ラジオ高等。時刻は10時になりました。みんなで作る伝統未来水彩都市高等ラジオ高等。この番組は区政情報、さまざまな町の話題をお伝えします。こんにちは、笹川真紀子です。本日はオリジナルラジオ番組を作ろう、中学生放送研究会、小学生放送クラブをお送りします。ラジオ高等。この番組は江東区の制作でお送りします。ラジオ番組を自分たちで制作し放送する中学生放送研究会、小学生放送クラブ。ラジオ番組の企画、取材、収録などを体験し、区政や町、そしてラジオへの興味を持ってもらおうという取り組みです。さて今回は小学生放送クラブ。枝川小学校3年、高江さよさん。第5砂町小学校4年、高雄生さんのオリジナルラジオ番組をお送りします。まずは高江さよさんが制作した番組です。早速お聞きください。チロピノラジオ。こんにちは、チロピノです。いろいろな YouTuber について私チロピノが教えてありますね。それでは最初にたまちゃんについてです。たまちゃんは女の子でゲーム実況系の YouTuber です。ゲームをしながらナノゲームについて説明してくれます。たまにマイクラやります。ホラーゲームの動画をたまに出します。たまちゃんはたまに面白いです。はい、ありがとうございます。最初は YouTuber のたまちゃん紹介してくれました。たまちゃんの動画はよく見るんですか？見るよ。見る？今日最近見なくなった。本当？かわいいよね、たまちゃんね。うん。うん。羨ましい。どこが羨ましいんだろう？髪染めてるから。髪の毛何色だっけ、たまちゃん？ピンクだよ。今ピンク色なんだね。学校でも人気がありますか、たまちゃんは？あるよ。ある？ちなみにゲーム実況とかやったことある？やったことない。やったことない。夢だけどやったことない。そっか。これからじゃあやってみたい。するはする。ああ、ちょっとやってみたいなって感じなんだ。そっかそっか。ありがとうございます。じゃあ最初はたまちゃんについて紹介してくれました。次はヒカキンについてです。ヒカキンは登録者数が1000万人以上のとても有名な YouTuber です。ヒカキンさんはたまに面白い、いっぱいお金を持っている、いろんな面白い動画をよく出します。はい、ありがとうございます。2人目はヒカキンさんを紹介してくれました。いっぱいね、お金を持っているってね。シロピノちゃんはお金がいっぱいあったらなんかしてみたいことってありますか？なんか買いたいものとか、どっかに行きたいとか。ランボルギーニが買いたい。高級車。高級車ですね。ヒカキンさんにじゃあ買ってもらえたらいいね。そっか、車運転したいの？違う違う。車が欲しいんだ、ランボルギーニが。うん。あ、そうなんだ。そしてね、ヒカキンさんいろんな動画を出してるけど、なんか特にチロピノちゃんがこの動画が好きだなみたいなものってどんなのだろう。なんかね、食べたりとかゲームしたり買ったりいろいろやってるけどね。マイクラのパート2とか、うん、あ、やっぱりゲーム実況系が好きなんだね。うん。じゃあちなみにチロピノちゃんが YouTuber にもしなったとしたら、どんな動画を撮ってみたいですか？人気に
やりたいから、うんうん、人気になれるような動画を作りたい。ああいいね、再生回数が伸びる動画を作ってみたいと。それ大事だね、うん、ありがとうございます、うん、最後はマイゼンシスターズについてです。マイキーとゼンチというキャラクターが出てくるので、二人の名前の最初の文字からマイゼンと呼ばれます。ゼンチはたまに楽しい動画を考える、マイキーはたまに嘘をつきます。新しいキャラクターが出てきます。マイキーは本当はカメです。はい、ありがとうございます。マイゼンシスターズもね、結構人気でいろんなグッズとかもね販売されてたりしますけど、チロピノちゃんはこのゼンイチくんとマイキーはどっちの方が好きですか？うん、両方好き？才能が一番いいのが好き。才能がある人が好き、プロなんだよね、セキュリティチくん。はい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 、ゼンチのセキュリティは、マイキーはアマチュア、うん、そうなんだよね。ゼンイチくんがいろいろ上手で、マイキーは一生懸命作るんだけど、ゼンイチくんにはなかなか勝てなかったりするんだよね。チロピノちゃんはこのマインクラフトってやったことありますか？うちに違うゲームある。あ、違うマインクラフトみたいなやつがあるんだけど、スイッチのゲームがやりたい。あ、スイッチね、欲しいよね。欲しいけど高いからね。高いよね。そうなんだよね、お小遣いいっぱいいっぱい貯めたら買えるかもしれないね。けど貯金は興味ない。あ、興味ないんだ。そっか、ヒカキンさんに半分もらう。あ、そうだね、ヒカキンさんなら出してくれるかもしれないね。ここで一つお知らせがあるということなのでお願いします。はい、熱中症にご注意ください。熱中症は蒸し暑い日に発生しやすく、外だけでなく部屋の中でも起こります。喉渇きを感じなくてもこまめに水分を取りましょう。冷房や扇風機を使って温度が高くならないようにしましょう。こまめに体温を測って、暑い時は保冷剤、氷、冷たいタオルなどで冷やしましょう。外に出る時は日傘や帽子を使い、涼しい場所で休みましょう。以上、熱中症に注意のお知らせでした。いかがでしたか？あなたはどの YouTuber にハマってみたいですか？お送りしたのはチロピノでした。はい、ありがとうございます。 YouTuber さんご紹介してくれました、うん、番組を作ってみてどうでしたか？楽しかったというか、ね、いろんなこう YouTuber さんをね調べて書いてきてくれたんですけど、ピノが好きだからチロピノっていうね名前で今回ラジオを作ってくれました。ちなみにチロピノちゃんの、将来の夢、大きくなったらこんな風になりたいなとか、こんなことをしたいなっていうことは何かありますか？人気になりたいなとか、なんかアイドル系の YouTuber にしようかなって。最高じゃないですか。あー、でも今でもやってんだよね、うん、あ、そうなんだ。じゃあもうなっちゃってるね、アイドル系の YouTuber にね。うん、なってないけどまだ。将来とっても有望なね、チロピノちゃんですので、皆さんぜひチャンネル登録してほしいね、じゃあね。大人になったら超有名になりたい。あ、超有名になりたい？コラボしたい。いいね。チロピノかな、チロピノ。私は新キャラになりたいけど。新キャラとしてね、じゃあもしかしたらチロピノの動画にいつか出てくる日が来るかもしれないね、楽しみですね。ありがとうございます、
ゃあ今日は枝川小学校の3年生、チロピノちゃんこと高江さよさんが、参加してくれました。どうもありがとうございました。続いて高雄生さんが制作した番組をお送りします。それではどうぞ。夏休みの思い出。こんにちは、ゆうせいです。今日は私の夏の思い出をお話しします。はい、じゃあ今日はゆうせいさんが、夏の思い出をお話ししてくれるということで、まずはじめにこの夏にハマったものがあったっていうふうに聞いたんですけれども、何にハマったんですか？と、折り紙を折ることです。折り紙を折ること。折り紙どうしてやってみようと思ったんだろう？夏休みの間、うん、なんかやることがあんまりなくて何やろうって思ってたら、うん、折り紙見つけて、うん、やり始めたら止まらなくなりました。あ、止まらなくなりました。私が子供の頃ってこう折り紙って誰かに教えてもらったりとか、あとは本を見て折ったりしてたんだけど、ゆうせいさんは何を見て今折り紙折ってるんでしたっけ？パソコンとかで調べて、うん、動画で見て折っていました。そうなんですよね。今動画でね、いろんな折り紙を作ってる動画があって、それをこう見て自分でね調べて作ってるっていうことでですね、どうですか、折り紙折っててここがやっぱり楽しいなみたいなところってどんなところですか？好きなものを検索すればすぐに折れる。なるほどね。で、最初は一枚の紙なんだけど、いろんなこう立体的な形に好きなものを作っていけるっていうのが楽しいところなんだ。折り紙をね作ってもらったんですけど、ノートとそれからびっくり箱ね、2つもうちょい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 ってねすごいスピードで折ってましたけど、これノートは本当に最初一枚の折り紙だったはずなんですけど、こうページがめくれる、ページ数がかなりねあるノートの形にねなってるんですよ。すごいね。あとこのびっくり箱の方も本当に箱から蛇のおもちゃがねビヨヨーンって飛び出してくるようなかなり立体的なこう折り紙を作ってもらいました。これすごいですね。これ折り方覚えてるのもすごいね結構好きだから覚えちゃう感じ？あ、はい。あと、妹に見せたら妹も欲しいって言って、うん、妹が保育園で言ったら、うん、妹の友達も欲しいって言ったからいっぱい作ってたら覚えちゃった人気折り紙職人になっちゃったんだね。すごい。これからなんかこんな折り紙折ってみたいなっていうのってあります？もうちょっと複雑な感じで、うんうん、立体的なの。うんうん。じゃあさらにレベルアップしたこう折り紙を折ってみたいなっていう感じなんですね。はい、ありがとうございます。それからこの夏江東区内のプールにも行ってきたっていうふうに聞いたんですけど、プールは誰と行ったんですか？家族全員でも時々行きましたし、うん、お父さんと妹と一緒に行った方が多かったかなって感じ。あ、そうですか。深川スポーツセンターとか東砂スポーツセンターに行ったよっていう風に聞いたんですけど、夏休みはどうでした？プール混んでましたか？全然並ばなくてそのまま入れました。あ、そうですか。よかったですね。結構室内だから太陽の光も暑くなくて結構楽しく遊べたんじゃないですか？はい、一人で25メートル泳いでた。あ、じゃあ結構本格的に泳いで楽しんでたんだね。おー、いいですね。マザー牧場にね行ったそうなんですが、乳搾りをしました。お、
牛かな、牛の乳搾り、はい、お、はい、どんな感じでした？なんか、うん、乳搾りするとき、うん、牛乳かかりそうでした。指を、なんだろう、人差し指、中指でこう、なんか順番に動かしていくんだよとかってなんか教わったりした？はい、教わりました。お、どうですか、乳は出てきました？出ました。ちょっと力入れなくちゃ出なかったけど。うん、牛のお乳はこう触った感じはどうでした？思ったより柔らかかったです。柔らかかったんだね。じゃあその絞りたての牛乳って飲んだりしたのかな？あ、飲めません。そうだよね。ちなみにあの牛は中国語でなんて言うんですか？にょうです。にょう、なんか牛の乳搾りって中国語でなんかあるのかな？ あります、うん、乳にょうないです。ここでゆうせいさんからお知らせが一つありますのでお願いします。はい、江東区フォトコンテストのお知らせです。写真を通して江東区の魅力を発見する魅力百葉江東区インスタグラムフォトコンテストが行われています。今年のメインテーマは江東の橋です。テーマ部門では深川、城東、湾岸とエリアを3つに挙げてそれぞれに賞が設けられています。インスタグラムで江東区の魅力を発信しませんか。応募期限は11月25日です。応募方法など詳しくは江東区観光協会のホームページをご覧ください。以上、江東区フォトコンテストのお知らせでした。はい、ありがとうございます。江東区内でこの景色がすごい綺麗だなとか、なんか好きだなみたいな場所ってあったりする？公園で咲いてた桜が綺麗だった。ね、そういうのもいいですね。綺麗だなとか素敵だなとか思う写真をね、ぜひフォトコンテストに応募していただければと思います。はい、ありがとうございました。今日ねご参加いただきました番組を作ってみてどうでした？楽しかったです。楽しかったですか？よかったです。なんかどこがこう一番楽しかったなとかありますか？番組を作って、うん、今こうやっておしゃべりしてるのが、うん、結構楽しかったかな。あ、よかったです。じゃあ多分ゆうせいさんは生放送とか多分できちゃうタイプだと思うので、ぜひね次回は生放送にチャレンジしてみてもいいんじゃないかなって思います。本日は第5砂町小学校の4年生高雄生さんにご参加いただきました。どうもありがとうございました。はい、本日は小学生放送クラブをお送りしました。みんなで作る伝統未来水彩都市高等、区政情報、さまざまな町の話題をお伝えしますラジオ高等、そろそろお別れのお時間です。今後もどうぞお楽しみに。ラジオ高等では皆さんからのご意見ご感想メッセージをお待ちしています。宛先は info@885fm.jp info@885fm.jp まで。あなたからのメッセージお待ちしています。お相手は笹川真希子でした。ラジオ高等、この番組は江東区の制作でお送りしました。